値上げラッシュに対抗、収支見直しのコツ。ここ最近、食品や光熱費の値上げが続いて貯蓄が難しいという声をよく聞きます。収支見直しのポイントは4つ。1つ目、お金の使い方を確認する。2つ目、支出の無駄を特定する。3つ目、固定費の削減。4つ目、定期的に家計の見直しを行う。固定費の見直しで節約できれば、夢や目標に向かって貯蓄ができるようになります。まずはできることから始めましょう。具体的な固定費の見直し方法はコメント欄をご確認ください。